回はシンプル洋食屋さくらをご紹介します。より多くの人にいなべの食材を味わってもらおうと平成25年に移転、地元に根付いた店作りを目指すオーナー平野孝之さんにオープンのきっかけをお伺いしました。平成10年に飲食店を始めたいっていう気持ちが強かったものですから、いなべで豊富な食材があるいなべで、オープンさせていただきました。こちらのお店の人気メニューは主にハンバーグ、パスタがメインになるんですけども、まあ、洋食に限らず、和洋折衷のメニューを取り揃えております。素材を生かした料理にこだわる平野さん、使用しているいなべの食材は平成13年頃から藤原町の有機農園さんの有機野菜を使っております。やはり安全ということが一番の魅力だと思います。この時期のおすすめメニューはアンデスという品種を使ったジャガイモの冷製スープになります。ジャガイモ本来の味が出るように作っております。7月から平日の桜ランチの前菜の一つとしてお出しするようにしております。そしてもう一つのおすすめがこちら、石暮さんのかぶせ茶を使ったカタラーナというんですけども、アイスクリームっていう感覚になるんですけども、苦味もあり甘みもある美味しいスイーツになっております。さらにご年配の人にも喜んでいただけるよう、石暮さんのかぶせ茶そのものもコーヒーや紅茶と同じようにメニューに並んでいます。今後も生産者の方とのコミュニケーションを大切に共に頑張っていきたいということです。いなべ洋食す、生産者の方とともにこれからも挑戦していきたいと思います。